ホーゲルスベルク軍は、ドイツ連邦共和国ヘッセン衆議院行政制管区に、属す軍で、ミッテルヘッセン、オーバーヘッセン、東ヘッセンにまたがる。軍の行政機関は、ラウターバフ派に置かれている。本軍の名前の由来であるホーゲルスベルクは、100万年、前から活動を停止した、一部平地化した火山であり、軍の南部に位置している。軍の最高地点は、 初点の東にあるタウフシュタインである。軍の北部はシュバルム地方に達する。隣接する軍は、北がシュバルムエーダー軍、北東がヘルスフェルトイコールローテ軍、東がフルダン軍、南がマインキンチヒ軍及びベッテラウ軍、西がギーセン軍、北西がマールブルクビーデンコプフ軍である。現在の軍域はかつて、ヘッセン砲白領に属した。 この両方が分割された後は、ヘッセン・ダルムシュタット・ハク領、後のヘッセン大公領に属した。1832年にアルスフェルト軍が設けられた。この軍は、1938年まで時代とともに、何度もその境界を変えた。1852年には、ラウターバフハ軍が設立された。この軍もやはり1938年にその軍、境を変更した。 ヘッセンの軍再編に伴い、1972年8月1日に、両軍に、初転死を加えて、ホーゲルスベルク軍として併合された。軍長所在地はラウターバッハである。2016年3月6日の軍議会選挙の、結果は、以下の通りである図柄、銀の線で虐待角戦にに分割。上部は赤字に二輪の写実的な銀のマルタゴンリリー。 下部は青地に銀と赤の四本の縞模様に塗り分けられた金の冠を被った獅子の頭部。マルタゴン・ディリーはラウターバフ派軍の紋章から取られたもので、ホーアー・フォーゲルスベルク自然公園を象徴している。獅子は本軍の大部分を統治していたヘッセン・ホーハクリョーおよびその後継両方を表している。この衣装はアルスフェルト氏の紋章にも見られる。 軍委員会は15人の委員からなる軍行政の最高実務委員会である。委員長は軍長のマンフレート・ゲイリヒである。14人の委員は無給の名誉職である。フォーゲルスベルク軍には軍議会のほかに1992年から青少年議会が設けられており、1999年からは軍議会に対し同義提出権と発言権を有している。軍内は かなり人口が少ない。フォーゲルスベルクでは、玄武岩の採石が行われており、谷の地域には小規模な工業都市が点在する。連邦アウトバーン A5 号線を使って、軍内に入ることができる。軍内のインターチェンジは、ホムベルク、アルスフェルト東、アルスフェルト西の各インターチェンジである。さらに多くの連邦道や軍道が通っている。B49 号線。 B62 号線、B254 号線、B275 号線がその主なものである。鉄道を使った場合、ホーゲルスベルク軍営は、アイスの停車駅であるフルから、ホーゲルスベルク鉄道フルダラウターバッハ、アルスフェルトミュッケキリ戦線でアクセス可能である。この文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ボーゲルスバーグ・クレイス・ダモス。ありがとうございます。